入ってもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは、先生。はい、こんにちは。私の名前はアブドゥルラフマンと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。MD アブドゥルラフマンさんですね。はい。はい、わかりました。自己紹介できますか？はい、できます。はい、日本語で簡単に自己紹介お願いします。はい、はじめまして。私の名前はアブドゥルラフマンと申します。私の生年月日は2003年の5月5日です。住みは作家、ソルコトです。今、ダッカのモンゴトルに住んでいます。私は国書卒業しました。私はサンジャパリントレーニングセンターに入って合計合格しました。私はどこ出身です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今、どこから来ましたか？今、ダッカのモンゴトルに来ましたね。はい、どうやって来ましたか？車で来ました。来ました。はい、ありました。けど何時間かかりますか？車で。2時間かかりました。2時間かかりましたね。はい、わかりました。何時に家を出ましたか？家に出ました。はい、家を出ました。家に出ました。あなたは、なんで日本に行きたいですか？勉強しに行きたいです。勉強しに行きたい。はい。何の勉強しに行きたいですか？経学を勉強したいです。経学を勉強したいですね。行ったら何を勉強したいですか？日本語を勉強します。やっぱり。あと何をしたいですか？大学に入ります。大学で何を勉強したいですか？経学に勉強したいです。経学を勉強したいですね。わかりました。あなたの生年月日を教えてください。私の生年月日は2003年の5月2日です。あなたの本籍はどこですか？ロシンディのライプラです。ロシンディのライプラですね。はい、わかりました。あなたは日本で何が一番好きですか？アニメと文化です。アニメと文化が好きです。はい、わかりました。今日本語、第何巻まで勉強しましたか？25巻まで日本語勉強しました。ちょっと難しいです。面白いです。面白いですね。どんなところが難しいですか？漢字が難しいです。漢字が難しいです。はい、あなたはいつ高校を卒業しましたか？2021年の高校卒業しました。何月？1月、ね、卒業しました。はい、わかりました。どのくらい日本を勉強されたのでした？聞きましたか？6ヶ月ぐらい日本語を勉強します。6ヶ月ぐらい日本語を勉強しました、ね。はい、ありがとうございます。あなたは、なぜ日本に留学しようと思ったんですか？日本は平和と安全な国です。日本人は親切な相手です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学費は他の国より安いですから、日本語を勉強したいです。はい、わかります。日本で勉強したいです、ね。はい。日本のどういうところは何ですか？アニメと文化です。アニメと文化ですね。日本の文化について知りますか？はい、知ります。文化の名前を教えてください。お花見と、バンドリと、留学式と、しょっちゅうしてなどです。バングラデシュのどういうところ、いいところを教えてください。食べ物と文化です。食べ物と文化です。はい、バングラデシュの食べ物の中で、あなたは何が一番好きですか？ビラニが一番好きです。はい、わかりました。バングラデシュの文化について教えてください。ラボシャクと、入学式などです。そうですね。はい、わかりました。日本で何が一番好きですか？アニメと文化です。アニメと文化ですね。はい、日本のアニメ見たことがありますか？はい、あります。はい、どんなアニメ見ましたか？ドリモン。ドリモンです。ドリモンだよ。はい、わかります。ドリモン大好きですか？はい、一番大好きです。一番大好きですね。日本に行ったら、どこに住みたいですか？学校の寮に住みたいです。学校の寮に住みたいです。初段生活大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫です。あなたは留理ができますか？はい、はい、できます。特に留理は何でしょうか？鶏肉カレーです。鶏肉カレーですね。はい、わかりました。あなたは日本で学校はどちらですか？インターカーチャートーコメ。その学校の住所を教えとき。ください。神戸にあります。日本の神戸にありますね。はい、あなたはどうして神戸町へ行きたいですか？神戸は素晴らしい町です。前に川があって、後ろに山があります。神戸の
景色はとても綺麗ですから、神戸行きたいです。行きたいですね。はい、しゃべりました。あなたは飛行機のチケットを買いましたか？予約します。予約しました。はい。いつ日本に行きたいですか？でも日本に行きたいです。日本に友達や親戚、知り合いがいますか？いや、います。いや、いません。日本料理について知りますか？はい、知ります。はい、知ります。料理の名前を教えてください。天ぷらと、バングラデシュの主な食べ物は何ですか？日本の主な食べ物は何ですか？食べます。日本に行ったら、行ってみたいところはどこですか？京都へ行くと思っています。京都のお寺と神社を見たいです。見たいですね。あなたの騎士弁者は誰ですか？私の父です。父ですね。お父さんはどんな商売をされてるんですか？テレビとヤコンとライズポの商売をしています。どこで商売をしていますか？ブラウンバリアのノビノグに商売をしています。どこで商売をしています。ありがとうございます。あなたの保証人の年収はいくらぐらいですか？朝です。今朝何時に起きましたか？7時に起きました。昨日の晩何時に出ましたか？10時に出ました。10時に出ました。はい、ましたか？聞いたり、本を読んだり、英語を見たりします。はい、わかりました。いつ日本に行きたいですか？これでも日本に行きたいです。日本で学校の名前を教えてください。三沢をもらえば、すぐに。はい、ベンスゲートです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。うん。